手間をかけさせないで、草原客！草原客！つむじ客！草原客！つむじ客！草原客！つむじ客！思想加入！天に届けた！草原客！つむじ客！草原客！草原客！邪魔よ！草原客！つむじ客！思想天に届け！邪魔するなら始末する。仕留めましょう。草原客つむじ月下思想宣言。草原客つむじ月下思想宣言。雷が合成つむじ月下トンが合成。では抜けない性分ですから。しないと。さて、仕留めましょう。草原客つむじ月下思想宣言。天に届け。草原客つむじ月下思想宣言。草原客つむじ月下思想宣言。天に届け。終わりだよね。カナヌシと名乗ったあの
少年は本当にベルベットの弟なのでしょうか。ベルベットを苦しめるためにカノヌシが見せた幻かもしれない。エレノアはそう思ってるの？はい。だってベルベットの目的は殺された弟の復讐でしょ。その思いの強さは今まで私たちが見てきた通りなのに、肝心の弟が実は生きていたなんてありえないと思います。カノヌシの力がどんなものかわからないけど、僕はきっと本物の弟だったと思う。メルキオールの幻覚にも耐えたベルベットがあんな風になっちゃったんだから。でも本物のラフィーがあんなことをしたなんて信じたくないけど、弟の体をよりしろにしてカノヌシが復活したという可能性があるのでは。わからないけど、それならベルベットはあんなに苦しまないんじゃないかな。そうですよね。カノヌシがベルベットの本物の弟、そう考えるのが一番断りに合う。でも残酷すぎます。話にならないわね。してください。
すぐ人を呼んで。いいのです、もう疲れた。旅をしてこられたのですか。10年死に後を託されたのに何もなせなかった。10年もなんて弱い翼だから、もういいんだ。そうですね、そんなに働いたなら少し休まないと。ちょうどウリボアの肉が手に入ったんです。夕食はお鍋なんですけど、ご一緒にいかがですか。あ、いや、私は今はリンゴしかありませんが、どうぞ。お腹がいっぱいになればきっと立ち上がる元気が出ますわ。あなたの体は生きるぞって言ってるんですもの。恥知らずな、生きる資格もないのに。資格がいるんですか、ただ生きることに。それは自然なことですよ。お腹が空くのも辛くて泣くことも。だって私たちは生きているんだから。生きている。お名前は。私はセリカ・クラウと申します。私はタイマシー・アルト、いや、アーサー、アーサーです。アルトリアーサー。何なんだ今のは。ロクロ、オーザン、あなたたちにも見えたのですね。ああ、アルトリウスがアーサーと呼ばれてた。大地の記憶というやつだろう。地脈には地上で起こった出来事が写し絵のように記録されていると聞いた。要するに昔の幻ってわけか。幻じゃない、あれは私の姉さんよ。セリカ姉さんも騙されてたの。え、だから私を監獄から出して。ロクロ、怪我は大丈夫なのですか。ああ、打たれ強いのが取り柄でな。俺よりもベルベットは大丈夫なのか。平気なわけがありません。カノヌシの正体があんな。ただ固いだけじゃ、不足の力を受けたら割れちまうってことか。本当の強さを見誤っていたのかもな、あいつも俺も。他人の心配をしている場合でもないがな。ここは完全にカノヌシの領域に覆われている。奴の体内と言っていいだろう。うん、だから僕の力じゃ出られない。用心しろ。大地の記憶も奴が再生しているのかもしれん。奴らの狙いはベルベットだからな。ベルベットの中にある二つの汚れ。そうだ、それを逆手に取れば脱出の機がつかめるかもしれん。ベルベットを利用するっていうの。必要ならな。何にせよ進もうぜ。止まっていても拉致があかん。マギルーも探してやらんとかわいそうだしな。手間をかけさせないで。つむじ結果、超銀閣、つむじ結果、超銀閣、つむじ結果、超銀閣、襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。つむじ結果、始祖を宣言、超銀閣、つむじ結果、
話にならないわ。共闘か。一気に片付ける。超限客つむじ結果事故を連動。行けるか。超限客覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。次はドイツだ。つむじ結果事故を連動。次はドイツだ。超限客つむじ結果事故を連動。ここを守る。超限客ボイドラ。僕、役に立ったかな。さっき言ってた第一の記憶ってのは何なんだ？前にも話したが、地脈は大地を流れる自然の力だ。風が吹き、水が流れ、鳥が羽ばたき、草花が咲く。それら自然の営みは地脈にも伝わり痕跡を残す。痕跡は人の記憶のように大地に刻まれ、地脈の中に溜まり続けている。それが大地の記憶か。人間や精霊の行動も。大地の上で起こる全ての事象を自然と呼ぶ。当然人間も精霊もゴーマすらも自然の一部だ。では今こうして私たちが話していることも大地の記憶に刻まれているのですか？うん。俺が人知れず行った悪事も、お前が漏らした悪口も大地に見られている。そういうことだ。私は悪口なんて。ただの例え話だ。動揺するな。カノヌシは大地の記憶からベルベットに関係するものを呼び出して見せてるってこと？おそらくな。だから別の場所にいた六郎と俺も同じものを見たんだろう。大地を器とするカノヌシならではの芸当だ。聖主なんて名乗ってるくせに悪趣味な野郎だな。だが今のベルベットには効果的な攻撃だ。地脈を脱出するまであいつから目を離すなよ。ベルベットの精神的ダメージは相当なものだな。はい、ギリギリで踏みとどまっていますが。今のところはな。今のところって言葉通りさ。言っただろ、硬いだけじゃ割れちまうって。このまま心を揺さぶられ続ければギリギリにも踏みとどまれなくなるだろう。私たちはどうすれば。割れるならそこまでのこと。目的の遂行を優先するまでだ。そんな、ベルベットを見捨てるっていうの？一時の同情で視界を曇らせば船が暗礁に乗り上げることだってある。そうかもしれないけど、あんなに苦しんでるのにあんまりだよ。ベルベットがアイゼンの立場でも同じことを言うと思うがな。六郎も同じように思うの？俺か？俺はまだベルベットに恩を返してない。それは必ず返す。けどな、あいつがこれからどうなっちまうのかは、結局あいつ自身にしか決められないことだ。そうでしょうけど、なら僕も決めるよ。僕はベルベットを見捨てない。何があっても。そうか、お前がやりたいようにやれ。止めはせん。
くも。草原客つむじ結果奥の魔法を権限命がいらないようだな。草原客つむじ結果超人重ねてる。草原客つむじ結果捕らえられない。草原客つむじ結果草原客つむじ結果草原客襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの傘吐く。つむじ結果その程度でこれじゃどうだ。草原客つむじ結果重ねてる。切り捨てごめん。手間をかけさせないで。つむじ結果陰影を交わる召し方よ。草原客つむじ結果二次ゲート。草原客つむじ結果草原客つむじ結果草原客つむじ結果草原客鎧の逃がしたよ。もう大丈夫。とっとと済ますぞ。草原客つむじ結果捕らえられまい。捕らえられまい。気ならけだ。草原客つむじ結果この刃を貯めるぞ。捕らえられまい。気ならけだ。次はどれだよ。草原客つむじ結果結構頑張れた。準備はいいわね。草原客つむじ結果六の肩油輪しよう。草原客つむじ結果七の肩。草原客つむじ結果スクレイカー。草原客つむじ結果覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。この程度いらせてみろ。いらせてみろ。引きだらけだ。この拳止められはしない。成果を確認してくれ。探索せ。どかないと死ぬぞ。草原客つむじ結果決めはどうだ。重ねてみろ。草原客つむじ結果草原客つむじ結果霊視解放。あだなすものに秩序をもたらせ。バインドオーダー。容赦の情け一切。